実現のためのシンポジウムが皆様のご協力いただきまして、ここに無事開催できますことを関係各位お一人一人に敬意を表し感謝お礼を申し上げます。ご案内の通り、こうしたシンポジウムにつきましては、この裾野の広い、また奥行きのあるいろいろその背景があるわけでございますが、今日はそういう川広の奥行きの深いそういう背景をもってして、皆様方のご意見をじっくりと拝聴する機会だとこのように思っております。私の上等派議連といたしましては、何としてでも政治のイニシアティブリーダーシップで、病院線災害時多目的支援線を作ろうと、こういうことで取り組んでまいりました。病院線の問題につきましては、もうご案内の通り20数年前から、もっと前からでしょうか、こういう話がずっと出ておりました。私も1995年1月17日の阪神・淡路のあの大震災の日、翌日に現地に入って、その後党の中に病院線建造のプロジェクトチームを立ち上げた一人でもありますが、しかしそれ以前にですね、諸先輩が病院線の問題についてお取り組みをいただいておったわけであります。いよいよ機熟したと、こういうことではないでしょうか。あとは今日ご出席の諸先生皆様方のご指導や、また力強いご支援のもとに、集大成としてこの病院線多目的支援線の建造をやられるのならと、こういう思いでございます。今日は限られた時間でありますが、内閣府の災害多目的支援に関する検討会の報告や、あるいはテーブルディスカッション、またその後の講演等々盛りだくさんでございまして、もう時間に制約がございますので、開会のご挨拶を簡単にいたします。どうも今日はありがとうございました。